はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、天元様を描いていきたいと思います。この動画は初心者の方が見ながら一緒に描けるようになるっていうのをゴールとしています。なので私の方では説明をしやすくするために、あらかじめ水色のシャーペンで薄く下書きをしてあります。見てくださってる方はいきなり鉛筆で描いてくださって大丈夫ですので、というわけでまず輪郭から描いていきます。天元様結構顎はかなりしっかりめに作ります。で、大体これ若干ちょっとこっち向いてる感じなんですけど、ほぼほぼ正面の絵に近いので、左右で大体この真ん中に線を引いた時に対称になるような感じで描くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきます。で、その、大体真ん中の来る線のところに鼻が来るので、まず鼻を描いておきます。ちょっとここ3本タッチ入れます。で、鼻の穴です。で、目を描いていきます。結構目はつってる感じで、端をピンと伸ばします。で、下に下ろす。で、瞳ですね。瞳はかなり三白眼な感じで、で、ちょっと線で上にタッチを入れます。で、下のラインですね。で、この目の、上のラインの先端のところにちょっと下にキュッと下ろします。で、この目の上のラインの端からシュッとちょっと線を入れて、で、二重のラインですね。で、眉毛はちょっとチュッ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 と線を重ねるような感じで短めに描きます。瞳のところぐらいまでです。で、反対側の目を描いていきます。目はだいたい左右でこの高さですね、上のラインの高さと一番高いこの頂点の高さとかで、あと下のラインの高さを合わせるようにします。で、こっちも瞳の端をチュッと上げて下に下ろします。で、瞳ですね。半円描くんですけど、ちょっとだけ線ところどころ途切れさせ気味に描くといいと思います。で、目の中にちょっとだけタッチを入れて3本ぐらい線を入れるといいと思います。で、下のラインですね。で、ここも前同じように下ちょっと下ろします。あれとこのならちょっとリアルな人間に近いような感じですね。で、下のラインを入れて、二重のラインはこの鼻のところからこう続いてくる感じで入れます。で、眉毛ですね。こっちもチュッ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 と線を重ねるような感じ で口です。口はこの真ん中のこの上唇をちょっとクッと下げるような感じで、で、口角は左右とも上げます。上げて、この端をちょっと丸を描く、楕円かな、楕円を描くような感じでちょっと上げます。こっちもちょっと上げすぎ感があるね。で、下唇ですね。で、大体この目の横に耳が来るので、耳の先にピアスとかは痛い手から垂れても一生描いた後に最後に描きます。で、額当てを描いていきます。額当てはこの輪郭の線よりちょっと外に出します。で、大体この目の終わりぐらいまでですね。で、厚みがあるので、ここの厚みのところで輪郭の線とほぼ同じぐらいまで持ってきます。で、ちょっとこっちに上げて、で、この厚みのラインを描きます。で、
で先にちょっと頭の形を取っていきますね。頭の形は輪郭のラインからこうくる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 と丸く頭蓋骨の形ですね、が耳のこの辺りまでくる感じですね。なのでそれに沿って髪の毛は描いていくんですけど、ちょっとその束ね方が変わってるので、その束ねてるとこでこの段差みたいなのができます。でここは斜めに、この辺りも斜めにグラインを描きます。でこっちはこう、その頭蓋骨の形に結構する形で、でここちょっとまた段差つけます。髪の毛のラインをちょっと描いて、線の強弱をつけるためにところどころちょっとあの線のたまりみたいなのを作ってあげるといい感じになると思います。で、垂れていく石を描いていきます。額当ての大体ここですね。ここから、石を描くときは上の面を描いてから、あの側面を立体として作ります。でちょっとこう瞳のこのファッションラインがちょっとかかってくるので、ちょっと消します。全部上の面が同じ向きだとあれなので、ちょっと角度を変えつつですね、この大きい石を4つ描きます。で次に小さい石を描いて、大きい石、もうちょっと輪郭と耳のライン邪魔なのでちょっと消しますね。でまた小さい石を描いて、この大きい小さいをセットで5つ描いていきます。でちょっとだけこっちに、左側に傾けていきます。最後この小さい石で終わりなので、小さい石は6個描くことになります。でここの髪の毛の見えてるラインをつなげておきます。こうあの廃業ですね、もみあげがちょっとだけまとめるのでほぼ赤もみあげはないんですけど、こうきます。でピアスですね、ピアスは金色のが普通に2個。でこの耳のラインをちょっと消して、耳より若干外に、この耳のラインよりピアスのラインがちょっと外に出てないとおかしいですね。耳タブについてるので、でちょっと耳の中を描いて、で反対側を描いていきます。反対側も、ここから石が始まります。これもこっちと同じですね、大きいのを4つ描いて、上の面の向きを変えるとちょっと石に変化をつけられると思います。でまた小さい石、大きい石の組み合わせを5つ描いていくと、耳ですね、耳はまあ大体左右でこれは高さ目と同じように揃えます。でまたこうピアス2つ、こっちはちょっとほとんど見えないですね。でこの重なってる輪に落として、で大福を描いていきます。大福の襟の中心はこのさっき顔描くときに使ったこの中心の線の大体を下ろしてきたときに真ん中のあの襟のラインですね。開きます。ちょっと回す。で、首はもうほとんど見えないですね。上から見下ろしてるとその首がもうほぼ顎の陰で隠れて見えなくなるっていう感じです。ちょっと額当てから垂れてきてる石があるのでややこしいんですけど、まあ、一応つながってることを意識して、でラインを二重にしていきます。でちょっとここ左側にちょっとだけ寄せて、ボタンですね、ボタンで、
で、このボタンで止めてるので、ここに向かってあの牛は入ります。で、肩を描いていきます。これちょっと上から見下ろしてるので、肩はかなりもうこの耳のあたりから出てきます。で、天元様かなり筋肉質なので、もうちょっとこの辺ムキムキに、腕の筋肉とか結構ガッガシリくる感じですね。で、あの筋肉なんだろう、ちょっとこの辺血管を走らせます。で、肩はこうつながっていきます。でも今回ちょっと肩が描かないので、だいたいこの、ここをカクッてさせるところは、このボタンから斜めにちょっと上がった感じのところに取るとバランスがいい感じに取れています。で、ちょっとまた筋肉キンキンと。でもこれ金の腕はなんかちょっと厄介な、なんか変な位置についてるので描きにくいんですけど、ここ二重にします。で、腕をこう曲げてるので、ここちょっと上がってくるんですけど、で、脇の下ですね。で、右腕もちょっと血管を浮かせておきます。ギザギザさせつつ、ちょっとなんかあの線飛ばしながらっていう感じですかね。で、このさっきのこのポキッと回ったところだったりとか、これもあのさっきの髪の毛じゃないですけど、ちょっと視線のたまりを作ってあげるといいと思います。で、この飾りの柄ですね、なんかちょっとふにゃふにゃふにゃ、もうこれ適当です。なんかそんな感じのいい感じのパンツでふにゃふにゃふにゃ、なんなんでしょうね、この柄。で、額当ての石を描いていきます。この一番端の石はこっちにちょっと飛び出していく感じですね。で、ここの額当てのかぶってくるところを消します。で、厚みつけるのでちょっとその前後も合わせて消します。で、ちょっと厚みを持たせて、立方体みたいになんかあの平行にならないのがちょっとこういうなんか宝石系の難しいところですけど、まあ、ちょっと何ですかね、カットが多い感じにすると石っぽく見えますね。何ていうんですか、不規則に石がカットされてるみたいな。で、次この真ん中の石。で、角を多くするっていうんですかね、頂点の数を増やすと、まあ、なんかそれっぽく見えるかなという感じです。で、まあ、大体この3つのサイズはある程度揃えてきてるところですね。
小さい石を。今度はこのこっちはこっち向け、ま、あの左向けましたけど、今度右、もう私たちが見た方向で言いますけど、上の面を右に向けます。これちょっとずつあのこっち向いてきてるの分かりますかね。これがよりこっち向いてて、これは一番正面向いてる感じの石ですね。だからその立体のこの側面がこっちに向くってことですね。で、顔の模様を描いていきましょうか。このまず目の瞳のだいたい真ん中ぐらいのとこに、でこの二重の引いたラインのとこあたりまでに、丸1個ちょっと見せますね。でこの瞳のところに中心点があると思って、ここから放射状にこう、こう瞳があって、ここを中心としてこう花が開いていくイメージですね。模様がこういう感じで、ここを中心にこう放射状にっていう感じですね。でまず大きいやつを先に描きます、バランス取るために。で、この大体目のこの上のラインのあたりから、で今度下、まあ、大体この丸の大きさは揃えていきたいところですね。で小さい丸を描いていきます。この、目の頂点のところに、でこの間ですね、この間のまた二重のラインぐらいのところに、でこれも二重のラインぐらいのところに、で最後に、立ち入れていきましょう。この、模様も立ち入れていきましょう。ちょっとごちゃごちゃしました。で、あと大福ですね。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。